はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、11月の30日ということで、11月の最終日でございます。ということで、めちゃめちゃ寒い、寒くなってきて、まあついに家の中でもこのダウンベストみたいなの着るようになってきたんですけども、そんな感じでまあ寒くなってきましたが、11月も最終日ということで、今月の買ってよかったものベストバイをですね、やっていきたいと思います。今月はですね、10個、結構モリモリですね、いろいろと購入したものがありますので、まあいつも通りランキング形式で、まとめていこうと思います。では行ってみましょう。はい、ということで、まず第10位から行くんですけども、今月の第10位がですね、こちら、こちらがですね、 HDMI 分配器というものを、今回ですね、11月に購入していました。これなんで買ったのかっていうと、このテレビで使っているデバイス、 HDMI で接続するデバイスが多すぎて、 HDMI 接続のポートが足りない状態になったので、今回分配器っていうものを買ってみました。何ができるのかっていうと、この分配器に HDMI の例えば、ゲーム機だったり Chromecast、Fire TV とかそういう、まあ、接続するデバイスをどんどん分配器に挿していって、で分配器から1本 HDMI を通してテレビに挿します。そうするとテレビの端子は1つで済むんですけど、この分配器の方に5個までかな、この HDMI 挿して、で切り替えができるんですよ。ということはテレビの端子1つしか消費しないのに、5個までデバイスをまあ接続して使えるってことですね。これね、あの HDMI たくさん使う人にはかなりいいと思います。で今のところうちではこれを使ってるのは Chromecast と Fire TV と、あとはスイッチですね、ゲーム機っていう感じで3つ使ってて、まだ余力が2個ある状態で使ってます。でこれがまあ意外と普通に使えまして、でお値段がね4280円かな、結構ねそんなに高くもないんですけど、まあ、しっかり使えて、切り替えもできてるし、スムーズにデバイス切り替えができていて良かったかなと思っております。こちらが第10位ですね。はい、では続いて第9位がですね、こちらはまあ、最近公開したばっかりなんですけども、Chromecast with Google TV、こちらが第9位となりました。これがですね、まあ、レビュー動画の中では、まあ、寝室に設置したりとかしてたんですけど、実際ね、使う場合はもう今に設置してます。今に設置してあって、この分配器の方に接続して使ってるんですけども、めっちゃ動きもサクサクだし、まあ、普通に今まで通りの Chromecast として動画をキャストするのもできるし、なおかつ今までの Chromecast だとできなかった、このアプリを追加するだったりとか、リモコンで操作してスマホなしでコンテンツを見るっていうことも、まあ、できてしまう。まあ、要はオールインワンのキャストになったって感じで、かなりね使いやすいです。でリモコンとかの操作感もかなり良かったですし、まあデザインも可愛いし、結構これはねメディア視聴用デバイスとしてもうフル活用ねしていこうかなっていう風に思ってます。 Chromecast with Google TV かなりお気に入りです。はい、では次ですね、第8位なんですけども、ちょっとねこれ今で使うものがすごい多いんですけど、今回ゲーム機です。はい、久々にねゲーム機を買いました。今回購入したのがこちら、はい、Xbox シリーズ X を、今月11月にですね購入、することができました。これ今品切れで多分手に入りにくい状態なんですけど、 Amazon で一瞬の隙をついて購入することができて、買えたんですよ。でそれからも届いてからかなりやり込んでます。このまあ仕事が終わった後とかにもがっつりやり込んでて、今のところやったゲームがですね、3本ですね、デビルメイクライ5と、あとは、ギアーズ5っていうゲームをもうクリアしました。はい。キャンペーンモードとかストーリーモードクリアしたっていうところまで来て、で、あとは、フォルツァーホライズン4かなっていうゲームをやってます。こんな感じで、まあ、レースをするゲームなんですけども、まあ、とにかくこのオープンワールドですごい、グラフィックが綺麗ってところで、最近この車のまあレースゲームもやってます。で、Xbox めちゃめちゃね、グラフィック綺麗ですよ。一応うちの環境 4K の 60Hz まで表示ができるんですけども、最高で 4K120Hz までいけるらしいですよ。ということでめちゃくちゃ滑らかで高解像度な、ゲーム体験ができるようになってます。であと Xbox で気に入ってるのがクイックレジュームっていう機能があって、ゲームの切り替えがめちゃめちゃ早いんですよね。例えば、ギアーズ5をやってて、ちょっと気分、疲れちゃったから、車のレースゲームやろうと思ったら、一瞬でこの、ゲームを切り替えができたりとかっていうのがすごい早いです。であと、Xbox ゲームパスっていうね、ゲームパスにも入ってて、これが月額、初月100円でなんか入れるんですけど、それによってこの、有名タイトルが、まあ、無料でダウンロードできたりとかするので、それこそ今やってるギアーズ5と、Forza Horizon 4かな。これ両方とも無料でダウンロードしてます。デビルメイクライだけで購入したんですけども、まあ、そんな感じで、ゲーム結構無料で今やれてます。
2ヶ月目以降が1100円だったかなぐらいになるはずなので、そこからまあ継続するかどうかを考えるっていう形になると思います。Xbox やり始めてからちょっとゲーム時間がめっちゃね増えてきてて、まあちょっと今までこの10月とか9月とかあんま忙しくてゲームあんまりできなかったんですけど、今月は結構ゲームも楽しみつつ、まあちょっとね、余暇を過ごしてるって感じでございます。次が第7位ですね。第7位がちょっとカメラ系の機材というか、機材っていうわけじゃないんですけど、まあ今更購入したんですけども、ピークデザインのこのカメラストラップをですね、購入してみました。これ何に使うかっていうと、ここにカメラを装着するんですよ。ちょっと装着してみます。例えば今こちらなんかは、ソニーの α7C というカメラで、α7C のこの横にですね、この赤いこの、なんていうか挟むやつをつけてるんですけど、これもピークデザインのものなので、これをここに、まあ、挟んでいくんですよね。こうカチャッとつけることができます。で、反対側も、はい、こんな感じでつけると、もうこれでね、こう首からこのカメラを下げて、持ち運べる、持ち歩けるようになります。で、こう、ストラップを貼って、こう手ブレを押さえて撮影したりとかっていうこともできますし、まあ、持ち歩くときもね、結構楽ですね、これがあると。で、取り外しもここにね、このボタン、まあ、赤いところをこう、引っ張ってあげるとすぐに取り外すことができます。こんな感じ。はい、もう撮れました。一応カメラとか買うと、まあ、こういうストラップとかがついてきて、これをまあ装着できるんですけど、これ装着するときって、このワンタッチで簡単に取り外したりっていうのができなくて、まあ一回一回ね、このカメラのこの部分にですね、装着していかないといけなくて、それ外すのもつけるのも結構時間かかるんで、だからカメラストラップってそもそもあんまり使わなかったんですけど、やっぱりね、最近ちょっとカメラストラップの重要性を、感じるようになってきて、まあ外撮影とかするときに、カメラストラップがあるとかなりね、まあ安定した撮影ができたりとか、持ち運びも楽なので、まあ使うときは使うかなと思って、でも使わないときは外しておきたい。それにまあぴったりかなうのが、ピークデザインのカメラストラップかなと思って購入してみました。はい。こちらが Amazon で6300円になってます。はい。これはまあかなりね、買ってよかった。まあデザインもかっこいいし、品質も高いです。はい。で、次がですね、今月のベストバイの第6位ですね。まあ6位と5位がまあセットみたいな感じになるんですけど、今、撮っているこの音に関係するものです。はい。今回ですね、まあ、メインチャンネルでは紹介してなかったんですけど、マイクを実は、変えてます。はい。ここ最近かなりね、いい音で、この音声撮れてると思うんですけど、今使ってるマイク、ちょっとね、お見せしますね。はい、まず、環境的には、こんな感じで、α7S3 を使っていて、その上に、はい、ソニーと書かれてるんですけど、こちらがですね、ソニーの XLR アダプターキットですね。まあ、こちらは、まあ、ケーブルなしで、まあ、直接このソニーの、マルチインターフェース集に接続して、使うことができる、まあ、マイクのキットになってます。で、その横にこう来てるこのマイクが、これゼンハイザーの MKH416 っていうマイクになってて、まあ、このマイクを、まあ、このキットの方に、接続してます。こんな感じで接続をしていて、ケーブルはこれだけです。で、カメラの方には、まあ、このマルチインターフェース集だけで接続しているので、かなりスッキリした接続になっています。で、ケーブルスッキリしてて、まあ、すごい使いやすいんですけど、音めちゃくちゃ良くないですか？で、渡辺もですね、結構マイクをいろいろね、試行錯誤していて、これまでこのピンマイク探しの旅とかもやってたんですけど、ピンマイクももちろんね、用途によってはすごくいいんですけど、やっぱりね、まあ、ここにつけたり外したり、ワイヤレスマイクの、まあ、充電をしたりっていうのがどうしてもちょっとね、めんどくさいというか、手間なんですよね。だけど、この室内でこう撮るんだったら、ここからもうこっちの声をね、集中的に撮るっていうマイクにしたら、まあ、機動力というか、ポチッと録画開始してからのこの、まあ、楽さというか、そういうところが高いですし、まあ、何よりこの音めちゃくちゃ良くないですか？この、まあ、ゼンハイザーのマイクがかなり、ね、優秀なマイクなので、まあ、このトークとか、こう、家でトークを撮るときとかの音声とかもかなり良くなったと思います。ただね、お値段ちょっと半端ないです。このソニーの XLR アダプターキットが、お値段が Amazon で5万6000円となっております。まあ、この時点でかなり高くて、ソニーのアダプターキットにも、まあ、専用マイクが付いてくるので、マイク買わなくてもいいんですけど、さらにちょっと上の、音をですね、試してみたくて、今回、ね、ゼンハイザーのマイクを買ってみました。ゼンハイザーのマイクが、Amazon で今13万8000円ぐらいになってますので、ちょっととんでもないお値段する、まあ、マイクではあるんですけど、まあ、一応 Amazon 以外で10万円前後ぐらいで買えるところもあったりするので、まあ、ちょっと価格 .com とか見ながら、安いところで購入するのがいいと思うんですけど、ゼンハイザーのマイクね、めちゃめちゃ音が良くて、さすがだなっていう風に感じました。まあ、今後の YouTube の、まあ、この音声とかの質を高めていきたいと思って、ちょっとこのセットを、まあ、11月に購入してみて、かなり満足して、使ってます。ということで、まあ、6位が
がソニーの XLR アダプターキットで、5位がゼンハイザーの MKH416 という順番になります。どちらもかなり満足しております。はい、ということで次第4位がですね、はい、ジャブラのエリート 85T ですね。こちらの完全ワイヤレスのイヤホンが、今月に購入して、まあ良かったもの第4位になりました。いや、ジャブラはね、やっぱりさすがですね。もうしばらく使っているんですけども、やっぱり音質は、ほんとトップクラス。で、ちょっとね、ここだけで言っちゃいますけど、BOSE とちょっとね、音質の比較を最近してるんですけども、BOSE よりも、個人的には満足度高いっていう感じで、音質本当に良くて、で、それでいて、まあ、コンパクトなんですよね。結構、まあ、小さくてコンパクトで、デザインもいいし、通話品質も高いし、ノイズキャンセリングも強いし、外音取り込みも自然だし、ワイヤレス充電も入ってるし、もう何にも弱点ないんじゃないかなっていうふうに、まあ、優等生なんですよね、ジャブラ。で、基本的な機能はすごい優等生なんですけど、まあ、音質も高いってことで、ちょっと本当に弱点が見当たらなくて、これは、マジで、今年のベストに入ってくる可能性も、もしかしたらあるんじゃないかなっていうぐらい、かなり完成度高いです。まあ、ちょっとね、イヤホンに関しては、まあ、比較をね、もうちょっとじっくりやってて、イヤホンの比較とイヤホンのランキングとかは、12月にはやりますので、まあ、ちょっとそれまでにもうちょっとね、意見を固めておきたいと思うんですけど、まあ、現時点でも、まあ、相当満足度高いです。こちらのジャブラ。エリート 85T ですね。まあ、ちょっともし完全ワイヤレスでハイエンドクラスでノイキャンも入ってて普段使いもすごい快適に使いたいって人は買っておいても間違いなく損はないかなと思います。ジャブラです。はい、で次がですね第3位になるんですけども、ちょっとねまた今撮影してる機材関係になるんですけども、さっきはマイクの話をしたんですけど、第3位が今撮ってるこのレンズです。はいはい、ということで今撮っているこちらのレンズがですね、ソニーの 24mmF1.4GM っていうレンズですね。こちらに回ってくるとわかるかなと思うんですけど、 G マスターレンズとなっております。はいはい、こちらですね。で、一応こちらのレンズは、まあ、11月に、ね、購入しましたっていう、ね、動画は出したんですけども、その後もう毎日使ってます。まあ、つまりこの渡辺和正のこのチャンネルの、メインカメラに使うメインレンズになったということですね。普段最近このメインチャンネルで撮ってる画角はもうこれだと思うんですけど、まあ、この画角で撮ってるのがこの 24mm で F1.4 で撮っていて、まあ、ちょうどいいこの、ね、背景のボケ感と、明るさと、そして 24mm って使いやすい画角と、あとオートフォーカスの良さとかね、その辺も全て最高なんですよね。まあ、ソニーの α7S III に本当にぴったりなレンズだと思っています。で、久々にこの渡辺のチャンネルに来てくれた人が、まあ、最近すごい画質が良くなったっていう風にね、言ってくれた方もいたんですけども、それっていうのはやっぱりこのカメラが変わったのと、あとレンズも変わったっていうのも大きいと思います。もう結構レンズが変わるだけでも、この質感というか、映像自体のこの雰囲気とかもね、ガラッと変わったりするぐらい変わるんですけど、このレンズに変えてから、まあ、かなりね、いい方向にちょっと映像の雰囲気がね、変わってきたんじゃないかなっていう風に思います。気に入ってます。で、こちらのレンズがですね、Amazon で17万5千円です。まあ、結構高いんですけど、まあ、α7S III とか α7C とか、まあ、ソニーのフルサイズミラーレスを使っていて、ちょっと映像にこだわりたいっていう人は、まあ、選んでもいいレンズなのかなっていうふうに思います。やっぱりこの F1.4 っていうね、この F 値の、まあ、明るさっていうところが、この柔らかいこのね、映像作りにぴったりなのかなっていうふうに思ってます。次が第2位になるんですけども、今月のベストバイ第2位がですね、こちら。はい。今ちょっとケースに入っちゃってますけども、iPhone 12 Pro Max でございます。はい。ちょっと前にですね、この iPhone のベストバイっていう動画を出したんですけども、まあその中の1位に入った iPhone 12 Pro Max が11月の第2位となりました。まあ iPhone についてはですね、今更そんなに言うこともないかなと思うんですけど、やっぱりね、まあ今回 6.7 インチっていうことで非常に大きい画面になってて、まあ迫力がありますし、まあディスプレイもすごい綺麗だし、で、あと一番この iPhone 使ってて驚いたのが、暗所の動画にめちゃくちゃ強いんですよね。まあそれこそ Galaxy のノートと比べてもですね、暗所動画に関しても圧倒的に iPhone 強くて、夜間とか暗いところでの動画撮影に強いんですよね。うん、それっていうのは結構大きなアドバンテージになるかなっていうところとか、あと動画の品質、カメラの品質も高いですし、あと画面が大きいので、まあ結構ね、お風呂で使う時の、まあ、メディア視聴用のデバイスとしても毎日使ってますので、まあ、安定した使用感と、この高い品質と、その辺で総合的に満足度はかなり高いかなというふうに思っております。はい、ちなみに今回購入してるカラーがですね、ゴールドになるんですけども、高級感とか手触りとか、その辺もね、結構気に入ってるので、まあ、このデバイス全体のこの完成度とかも含めて、まあ、やっぱり結構ね、所有感が満たされますし、気に入っております。
はい。ということで、まあ、第2位が iPhone だったんですけども、今月の、まあ、第1位がですね、なんだと思いますか。まあ、ちょっと意外と思う方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、11月のベストバイ第1位、まあ、おそらく一番使ってるのが、こちら。はい。パカッと開くこちらでございます。Galaxy Z Fold 2ですね。これが、今月購入して、正直一番触ってるデバイスだと思います。はい。めちゃくちゃ使用頻度高い。で、やっぱり Galaxy Z Fold 2っていうと、折りたたみスマホなんですよね。で、まあ、こっちの画面にもモニターがついてまして、で、この画面を使って普通のスマートフォンとして使えるんですよね。普通の縦長のスマホとしても全然使えます。まあ、片手で操作するときとか移動中とかは、まあ、この状態で使っておいて、で、まあ、ちょっと落ち着いたタイミングとか座ったりしたときとかに、パッと開いてあげると、まあ、この大きいね、画面の方で、コンテンツを楽しめるというところで、めちゃめちゃね、使ってみて、その楽しさがすごい体感できました。まあ、特に、渡辺最近ですね、活字に弱くて、あんまりこの文字とか読むのがちょっと億劫になってて、もう動画ばっかり見てたりとかしてるんですけど、この Galaxy Z Fold 2を買ってから、この漫画とかね、雑誌とか読むことが本当に増えました。めちゃめちゃ最近ね、コンテンツ見てるんですよ。うん、漫画とかね、すっごい読みやすくて、横にしてあげると、見開きでね、この漫画とか読めて、見開きの画面でもすごいね、くっきり読める。ちょうどいい読みやすさのサイズになってて、で、しかもそんなにタブレットほど重すぎないから、ちょうどいいんですよね。ちょうどコミックとかを読んでるのに近い感覚で読めます。はい。漫画を読むデバイスとしてもめちゃくちゃいい。で、時にはタブレット的に使うんですけど、まあ、もちろんね、普通のスマホとしてパッと戻してあげれば使えるってことで、このコンセプトをちょっとね、初めて触れてみて、この良さをね、本当に初めて体感しました。あとカメラとかは、Note 20と比べるとだいぶね、ちょっと落ちてると思います。まあ、十分使えるんですけど、カメラの性能的には去年のGalaxy Note 10 Plus に本当に近いかなっていうところですね。で、まあ十分ではあるんですけど、まあもう一声あってもよかったのかなって感じてるのがカメラ性能です。ただまあそれでも、ね、十分綺麗に写真や動画撮れますので、普通に使うカメラとしてはまあ全然ね満足できるかなと思います。ただそれよりもやっぱりね、この開いた時の大きさ、快適さっていうところに最近本当に感動してて、まあ、こんな感じで、まあ、画面分割をして縦にね、並べて、ブラウザとツイッターとかね、2つのアプリ同時起動したりとかっていうのは本当に普通に使えますし、で動画とかを見ても、まあ、普通にね、この縦に開いてるだけの状態でも、まあ、こんだけのね、大きい画面で動画が見れて、まあ、この状態でこの、まあ、下の方の画面に行ったりとかコメントにも行けるので、まあ、普通のスマホだと結構ね、小さくなるはずなんですけども、大きい画面で動画を見ながらコメントもチェックできたりとか、こう横にしてあげると、まあ、ほんとスマホとは思えない、ね、大画面で。動画を大きい画面で見るっていうのにすごいね、最適ですね。で、この状態で、ちょっとね、折り目をつけると、こんな感じで、動画がちょっと小さくなるんですけども、下の方にコメントとか見えるようにして、こう、置いて角度をつけて見るとかっていうこともできます。はい。で、一応こちらはケースね、購入して、ちょっとサブチャンネルの方で紹介したんですけど、こういうスタンド型のケースとかもあるので、まあ、こういう状態でスタンドに立てて、まあ、コンテンツを視聴するとかともできるので、まあ、本当にね、まあ、普段の日常使いでの快適性っていうのが一気に上がったなっていうふうに思ってます。まあ、ちょっと残念ながらね、こちらの Galaxy Z Fold 2は、まあ、国内、まあ、売り切れになってしまいまして、まあ、au オンラインショップの方ではもう購入ができない状態になってますけども、まあちょっと再販に期待したいなっていうところと、あと来年 Z Fold 3になったらどうなるのか、まあもうちょい正直お手軽に買えるお値段にしてほしいなっていうところはありますが、現時点でもちょっと初めて使ってみて、この快適性にはかなり感動を覚えたので、ちょっとこれからもね、この折りたたみのスマホっていうのにかなり期待したいなっていうふうに思ってます。まあ、スマホとしてもタブレットとしても使えるオールインワンみたいな形で、もう最近毎日使っております。はい、ということで今回ですね、11月のベストバイということで、今月買ってよかったもの、10個ですね、紹介してきました。ぜひ参考にしてみてください。ということで今月も、まあ、ブラックフライデーがあったりとか、まあ、今も最中ですよね。この後も結構ね、いろいろ買うものとかあると思いますので、次は来月ベストバイやりたいと思うんですけど、12月はもうそもそも12月に買ってよかったっていうよりは、年間ベストバイがね、待ってますので、年間に買ってよかったものとか、まあ、そっちの方もね、まとめていって、今年の締めくくりをね、来月やりたいなというふうに思ってます。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。